有吉弘行、どうでもいい朝倉未来の芸人、YouTuber 論争に無関心コメント。お笑いタレント有吉弘行、50、が2日放送の JFNK、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、日曜午後8時に出演。芸人、YouTuber、どっちが面白い論争に触れる場面があった。リスナーから総合格闘家の朝倉未来31が論争について語っている内容を知らせる投稿があった。朝倉は自身の YouTube チャンネルガチの朝倉未来内で YouTuber って両方の側面を持ってないといけない。企画力と自分もプレイヤーとしてやってその2つを持ってるっていうことは芸人さんよりもすごいと思うなどと語っている。リスナーからの投稿を時間をかけ、抑揚をつけながら読み上げた有吉は、どうでもいいですね、とコメントした。朝倉は自身のチャンネル内で論争に言及。YouTuber のトークスキルが面白くないって言ってんのか、YouTuber 自体が面白くないって言ってるのか。それによって受け取り方変わるとし、俺、別に YouTuber じゃないからさ。格闘家が YouTube やってるだけじゃん。だからマフェアな状態で見られるとコメント。続けて、YouTuber ってプレイヤーでありプロデューサーであるわけ。そのテレビで言うとさ、お笑い芸人さんって、放送作家が考えた番組に基づいて、プレイヤーとして出てると、お笑い芸人をテレビ側と定義づけした。そして YouTuber って両方の側面を持ってないといけないわけ。企画力とプラス自分もプレイヤーとしやってるわけじゃん。その二つを持ってるっていうことは芸人さんよりもすごいと思う。土俵が違うよね。そのプレイヤーとしての実力だけを言うんだったら明らかに芸人さんの方がおもろいでしょと語っている。お笑いコンビの霜降り明星の粗品がテレビ番組内で YouTuber おもんないと言い出し論争が白熱している。